武将南部正行の四男。婚姻と異動丸株と、大袖付け。正長が、五村上天皇より拝領したと伝わる。現行三年に、新田義貞が、鎌倉幕府倒幕のために挙兵し、鎌倉へ進軍すると、正長もこれにこうして、長谷三次、兄たちと合流、新田軍に参加して、武功を立てた。その恩賞として、甲斐の国倉美さん 道の区国ぬかのぶ七のへざとに所領を与えられた。幕府滅亡直後には兄、次長、死業と共に末期の幕政を労断していた長崎一族と癒着して羽振りを聞かせていたいとこの南部竹行と作動して偽文書を作成し政長たち三兄弟が本来父から継承するはずであった土地を横領した異母帝の死業を訴えたが、構想は容易には解決せず、 欧州下校直前には、大韓の羽鳥和隊を仲介させ、迅速な裁定を催促している。南北朝の構想ではあり、始業と共に南朝に組みし、北家秋家に協力して、北条残党や北朝勢力を駆逐し、欧州の平定、統治に尽力した。県務2年9月には、山部軍の北条残党を制伐し、秋家から称賛されている。その後は、 津軽の藤崎、平内を拠点に、安藤氏、蘇我氏と戦う。死行が秋家に追犯して、上落の戸に着くと、代わって、根城を拠点に、津軽の蘇我貞光をはじめとする、北朝勢力と交戦、死行が戦死すると家督を引き継いだ。上落に際して死行は正長に、安易に節操を曲げるなという遺言を残していた。秋家の死後、王羽の豪族たちの多くが高氏の側に、 共順していったが、正長は、兄の遺言を遵守して、秋恵の父、北畠夫房と連携し、南朝側として奮戦した。正長の抵抗2号に癒した、足利忠義や孔諸名は、正長に対して北朝への基準を流す、勧告状が送り続けたが、正長はこれを拒絶して、南朝支持の立場を一貫した。北畠近房の次男つまり秋江の弟、秋信が、 陳寿不将軍として、欧州維りすると、正長は合力して、欧州における南朝勢力の中核として活躍する。北上する秋の部に呼応して南下し、広告元年には岩手軍に取りを築造して、比江抜き軍へ進行し、南朝方から寝返り足利方、欧州短大芝市に組みしていた比江抜き市に、翌広告2年、栗屋川合戦で壊滅的打撃を与えた。 さらに、我が軍へ南下し、我が市の巨城、黒岩城を包囲して、我が一族、鬼柳清重を討ち取り、そ我しつけも討ち取るなど目覚ましい活躍をして、秋の部から、道の区国官備軍を与えられたほか、小村上天皇からはその功績に報いて、太ちと鎧をかしされている。ただし、官備軍については当時は、足利の所領であり、訓功に報いる。 形の形式的な歌手であった可能性もある。四方を敵に囲まれながら奮戦した、マサナガであったが、蘇外地族が本拠地であるぬかのぶを攻撃したために退き、返さざるを得なくなり、栗原軍三挟まで来た朝方と対峙している、秋信との合流は頓挫してうまく連携を取ることはできなかった。また、白川の結城地下もが日和見をしたこともあって、大雨において、 南朝の勢力を挽回させることは叶なわなかった。勢いに乗る足利勢は、秋信、正長への圧迫を続け、上和元年に、足利高氏が、欧州官令の吉良忠や、畠山国氏に送った、故郷書には、度重なる降伏勧告に正長は、ついに屈して降伏した、という旨の記述があり、正長が降伏した可能性もあるが、その後の行動などを勘案すると、 マサナガの幸福の心願については疑問点が多く、これを高氏の流言飛語と解釈する研究者も多い。流言飛語であろうと、マサナガ幸福の情報は、欧州官令のキラ、畑山を大いに奮隷させ、怒涛の勢いで秋信を追撃した。窮地に追いやられた秋信だが、高氏と忠義が対立して、感動の情乱が起こり、キラ、畑山が、高氏、 忠義の両者をそれぞれ放じて二つに割れたため窮地を脱した。数世が二点三転していた昌平十五年に没した。没する間際、八の里を、と孫の信仰に七子号を先立って死去した着難信正の御家、開獣午前に活上している。家徳は信仰が継承した。明治四十一年に宮内省からその功績を称して聖五位を贈られた。 ありがとうございます。